ゆっくりがお送りするペイプーアトミックガシャ実況動画。課金して400コスサイサリスを当てようマリサもいますよ。そういったことでオーダーのラスト機体がまさかのアトミックグレナゲレルメタ機体ターン A ガンドゥムだったんで、全力で金ズ出るまで回します。メタ機体ほど本気出す養分プレイヤー。まあターン X との大きな違いは分離攻撃と核ミサイル。盾なしと盾あり、DG レベル3と2。火ダメ 10% カットありとなしくらいなんで誤差レベルですからリベリオン優遇。せめてこっちにもブラスト武器ください。ともかく今回も金図確率 3% のガバガバガシャなんでデラチケ30枚あれば余裕やろ。初手11連当然のように白枠。からのお。やったじゃんハンマーガンダム銀図出たじゃん。おめえじゃねえよヒゲの方のハンマーガンダムください。ヒナレーダーの金図は持ってます。ガンダムバージョン 3.0 の金図まだですか？最後なんやからベアッガイ復活はよ。リマターン A 3.0 の金図は欲しい。はい二次枠でターン A 金図確定これが両軍 GO ライセンス課金者の力やで。お客様の課金の価値を守るためですご安心ください。金図1枚しか出てない。ないんですけど小池1枚出ただけでもありがたいと思え事務キャツーキンズも出してやったやろこれで何するのそれは知らんそういったことで今回も貴重な伊佐間混合102人マッチをニューヤーク占領戦で台無しにされるやつやっていきましょうもういい加減このマップ消してよくないですかねデッキの方はキンズハンマー機体4機で室伏最強説を証明してやりますよ1機斧の機体混ざってます斧は実質ハンマーやからねだとしても明らかに他3機と違う形状のトンカチです細けいことはいいんだよハンマーガンダムたちがコスト高いんでグレイズくんがいっちゃんコスト優秀なんよ初動は弟ターン A でアンテナ直行立ってくれホワイトドールガンブムって呼ばれたんだろ人が安心して眠るためにはおっとその前に海の占領エリアはしっかり踏んでこアンテナ起動までには時間あるんで他エリア踏んどくのも大事よね。ただやっぱりアンテナ踏める側がめちゃめちゃ有利なんよこのルール。まあアンテナ踏めるってことはそれだけ歩兵力が高いってことだからね。結局他の占領エリア踏むにしても歩兵差で押されるんで、一方的な展開になりやすいマップ。やっぱ MS 戦とベクトルの違う拠点突もないと。展開が単調で面白くないんよね。ともかく初動で何としてもアンテナエリアをキープせな。ここでアンテナ取れない方が大体残り時間地獄を見るかんね。いや限界だ投げるね。核ミサイルに弱点はない。これで今夜もくつろいで熟睡できるな。ロランセアックは静かに暮らしたい。ゼロキルでフィニッシュです。余生はバズとハンマーで戦うことを強いられるネタ400コスキ。なんでビームライフル積んでこなかったんだよ。おめえが確積んだんだろどうでもいいけどクッソラグこのゲームだんだんラグがひどくなってる気がすおっと芋掘りブンブン勢にはバズ月光町でねっとりしていってねバズの後はハンマー振るより月光町の方が確実月光町は格闘カウンターも食らわないんでゼロクロスや武者いる場合もネットデバフで安全に処理できるのが魅力万一外しても月光強後はしばらく火ダメと火 DP を大幅にカットしてくれるバフが時期につくんでワンチャン逃げ切れるんよね月光強であるさらに敵を倒せば HP も回復できるんで接近戦での生存能力も高めさすがにオバヒは無理後ろにストフリー単価まあしゃあないか次のハンマガンブム行こうオーガの血を引く一族2機目はくっそ久々のレーダーガンブムでチャーハン作るよ340コスで命投げ捨てる勇気340コス以上道連れなら十分仕事したことなるやん260コスのオーガンでしたアガトリさんにはまだアホクサハンマーがあるのだぞカシャシス型ハンマーの後に撃った3発なんあれ実はお口バズの M 型でバズ M の割には滅鎖発射感覚早ないわしも知らんかったんすけどなぜかトーンブラストの M 型にホットマークついてたんで使ってみたらめっちゃポンポン撃てて射出ミョルニルの追撃武器としてなかなかに優秀どっちも内臓なんでハンマー射出から切り替えなしでお口バズ M 3発ポンポン撃てて
そっからもう1回射出ハンマーで追撃も可能。このコンボが結構当たるんで、謎の楽しさあるんよ。ミョルニル射出型のアカロが300と長いし、ゾーンブラスト M 型は発射間隔が短いんで連続で当たりやすく、外しても爆風で削れるのがいいね。むしろチャーハン持たないでキンズ武器の FA ビーム持った方がいいなこれ。ハンマー縛り規格を自分から指定していくスタイル。3機目も元祖チャージハンマー機体の06陸眼でチャーハン回してこ、燃焼ゲロビ機体は許すな。同じおだきなのにデバフ着せの憎しみすごい。やっぱこのゲームおもろなくなったのってデバフ武器が増えすぎたからだと思うんよね。ネットと燃焼は特に増えすぎた感あるからな。わしもこないだショップ販売でやっとシュラク対 V ガンのキンズゲットしました。鬼滅烈な思考言動。おっとこのエリアは我々がいただく。中央を抑えてるもののこちらがゲージ的に負けてるんでエリア制圧も大事よ。そこにおるやろ。全く当たってない。ちょっと待ってくれ、同じオダミンやろ。おやおや、おばひしてますな。同じオダミンやなかったんか。これは混合戦やろかい。チャージハンマー外して終了です。身内の裏切り許せません。これ混合戦なんで。だがまだわしにはハンマーブロスグレイズくんが残ってますから。なぜてるの、ハンマーじゃなくて斧で。セイコス枠もないとクール埋まらんのわかるやろ。なら変な縛りデッキすな。中央は味方が押してるんでここは北のエリアでも踏んどこうか。北や南から根付いこうとする敵もおるからね。おっと敵バイアラン発見、斧バズ格闘チャンス。なんで火がつかねえんだよ。覚醒してたんで DP50% カット発動してたな。インチキやろ。 DP カット、ダメージカットも最近の機体は当たり前のようについとるからな。なんやかんやで六角 FS で何の成果も上げられずにラーメンタイムからのグレイズくん再出撃。ケイコス入れといてよかったですね。うっせーわ。このグレイズも最近ショップからキンズ買ったんすけど240コストは思えないいい機体よね。このバズからの当てやすい FA マシで削れるし、コスト240ながらブースト容量がしっかりあるんで移動が快適。キンズだとさらに足回りの快適さが強化できるんで、コスパの良さが光る一品。ただやっぱり格闘が斧なんで、範囲が狭めで踏み込みも浅いのが個人的には大きなマイナス点。ブンブン好きにはちょっと難点のある射撃向きな機体よね。とはいえ240コスなら破格の性能なんで、間違いなくおすすめできる機体。じゃあもう霊夢さんの愛機ですね。いやわしリオーの方が好きです。グレイズくんの気持ちも考えろ。やっぱサーベルでブンブンしたいんよね。240コスでガト打てるのも強いし、乗ってないリオーを褒めまくるだけの動画だが、待ってくれ、今日の主役はこのホワイトドールなのですから。こっから補給機に核投げ込みタイヤで、そして立て壊されて空中転倒ピンチ。まずいですよ、ここは戦略的月光町撤退。こういった対比時も月光町後の価値カチタイムを利用すれば、後ろから撃たれても比較的安全。このカチカチ防御バフが敵にヒットしなくても発動するっていうのがかなり使いやすいんよね。フリッパさん、アンガとトリマ角だけは投げておきたい。できればキル取りたい。価格抱え落ちだけは避けたいんで、さっさと投げ込んだ方がいいっすよ。オッケー、今しかねえ。ガンオンよ、私は帰ってき。ちょっと待ってください、投げるモーションしたでしょ。角はまだ残ってるんで、ノーカンノーカン。これはもうキラヤマトとキラヨシカゲで話の決着つけたるで。バイザーダスとして生還する奇跡。やはり最後に頼れるのはハンマー。角投げる話どうなりました。まだチャンスはあっから焦らすんじゃねえよ、焦るんじゃねえよ。しかし敵側がアンテナ不毛と押し込んできてるんでもう無理ぽ。だが月光町で足止めしとけば、あとは味方がキルしてくれっから。いやもうさすがにヤバいんで、さっさと核投げとこ。ちょっと待て、一旦あのダブルオーライザーを落としとっから。余計なことすんじゃねえよ。クーバズ当ててっから核投げれば確実や。キラヤマトにバイザーダストされて終了です。だから先核投げとけよかったやろ。おめえだよ。ラストはレーダーさんの射撃ハンマーからお口バズ M を満喫して終了です。謎の中毒性あるんで、レーダー持ってる人はブラスト M 型お試しください。
つうことでいつも通りアンテナ制圧した側が勝つ。歩兵さゴリ押し勝利。もうこのマップはやりたくない。個人成績はいさかん戦場なんでそれなりに頑張りました。クリアフンドキャ仕事した感。では皆さんお疲れ様です。来週は金剛戦に新たなマップ追加。もう全部混合戦でええやろ。そしてランバトもありますんで召喚上位の方はガンバガンバ。ランバトもあと2回ですかね。あとは金図しか出ないフィナーレガシャコンのボリュームに追加に。各種終了するガシャもありますんで気をつけろ。さすがにもう課金して回す人おらんやろ。つうことでまた次回。